はい、皆さんどうも、てんともです。それでは本日木曜日12時のお知らせを見ていきたいと思います。まあ、おそらくクランバトルの告知が来ていることでしょう。まあ、ただ詳細はね、そんなに、書いてないかもしれませんが、チェックしていきたいと思います。はい、お、変わってる。お、クランバトル。バナーがいい感じ。ハロウィンか。去年とはまた違った感じね。去年よりもなんかシンプル。シンプルだけどハロウィンってすごいわかる感じのバナーですね。去年はね、いつもクランバトルのね、真ん中にシルエットがありますよね、顔の。あれがカボチャのシルエットになっていて、で、周りにコウモリが飛んでいた感じで。で、まあ今回もコウモリはちらっと見えますね。はい。あの顔がなくな、あ、あった。あった。去年と同じだった。すいません。すいません。この画面だと顔が隠れてるんだね。なるほど。はい。ということで、今年もやってきました。ハロウィンクランバトル。まあ、こいつが登場するわけではないんだけど。もうむしろこいつをね、ボスとして登場させてほしいよね。ハロウィン限定のボス。ね、顔が、ね、この顔で。で、まあ、体はね、なんかのガンダムとか。ね。はい。ということで、はい。去年は確かハロウィンのクランバトル炎上、軽い炎上したんだっけ？なんだっけ？限定機体はペーネロペーで、なんか一瞬で殲滅させられるみたいな、なんか敵の火力がめっちゃやばかったんじゃなかったかな。耐えきれないとか、それでちょっと批判がというか、うん。ちょっと調整間違った感じで、ちょっとね、うん、確かそんな1周年前にちょっとやらかした感じなクランバトルだったと思うんですよね。うん。はい。今年はどうでしょう。10月25日よりクランバトルの開催を予定しております。はい。まあ、敵の特徴は、どうでしょう。スコアアタックの敵について青属性の敵が出現します。また制限時間60秒のクエストとなります。敵の特徴の詳細につきましてはイベント情報、戦術指南よりご確認くださいということで、クラバトもレードももう今後は戦術指南で当日発表って感じですね。もうちょっと情報出してほしいですよね。うん、今みんな気になってるのはマップが水中なのかそうじゃないのかっていうことだと思うんですけど、ただまあ昨日実装されたハイゴックの性能的になんか水中、初の水中クランバトル持ってきそうな可能性が高まったんじゃないかなって僕は思っております。ハイゴックは多分クランバトル中もまだガシャ開催中ですよね。だからもし、あ、水中かーってなってハイゴックガシャ飛行っていうね、そういうあの流れに持っていくこともできますし、うん。限定機体が水中だとちょっとよくわかんないんですよね。うん、水中に合う限定機体って言ったらもうアトラスガンダムぐらいしかなかった感じなので、正直。そのアトラスガンダムが普通のイベントガシャで、今月登場したので、限定ガシャの機体で水中に合う機体ってなんだろうなーっていう。水陸両用系水陸両用の限定機体が登場するのか、でそれか他になんか他に水中で活躍してなおかつ限定機体でも、悪くないっていう、そういう機体もしありましたら教えてください。はい。まあ普通にね、あの水中と見せかけてね、普通に宇宙マップかもしれませんけど、はい。ということで、はい、以上、クランバトルのお知らせでございました。他は何かあるかな？不具合。昨日の17時50分に更新があるみたいです。はい。現在開催中のレードバトルにおいて、戦術指南の名称、敵機体、属性タイプの UI 表示に不具合が発生しております。表示サイズのみの不具合で掲載情報に誤りはございません。iOS のみの不具合となります。あれ？あったんかな？現在修正対応中なのでまだ発生してるんですよね。あれ？特に気にしなかった。あれどうだったっけ？昨日ね、動画内でチェックしましたが。
なんだろう。青属性の強力な敵が出現中の、これがちょっとでかいってこと？いや、それは別に全然普通。あれ？これ下もあるの？あ、下はないよね。スクロールできないので。iOS、あ、不具合がどうなんだろう。この青属性のやつかな。それとも人によって発生するしないがあるのか。はい、まあいいでしょう。ということで、あれからレード編成もちょっといじくりまして、今ちょっとレードの BP かなり減っているんですが、まあ、やっぱりレードバトル1の周回が楽ですよね。うん、まあでもたまにちょっとレードバトル2やったり、まあたまにっていうか、まあ1回ね、3倍でやったら一気になくなりますよね。うん、サポートは EZ8 で、はい、こんな形になりました。うん、まあ、やっぱり EZ8 のクリティカルバフの恩恵をやっぱりジオングがやっぱり一番ね受ける。まあ並走強化もがっつりしてますし、でユニコーンも確かにクラバトでもね、EZ8 の恩恵すごい受けますし、あのユニコーン NTD の方ね。でフルコーンは昨日完調させまして、まあちょっとね動画でお見せしましたけど、こいつは味方を守ってもくれるんですよね。それすっかり忘れていて味方全体にビーム非ダメージ 30% 減少と実弾非ダメージ 30% 減少持っているので、そうそう、回復はないんだけど、まあ、自分の回復あるんだけど、そう、味方全体はダメージを抑えてくれるっていうね、これがいいですよね。うん、これが長期戦に合ってるので、フルコーン良かったなっていうそうそう、完調して良かったなっていう。そう、回復は入れてないけど、このフルコーンがまあ回復の代わりに、まあ耐えてくれる、耐えさせてくれる機体かなっていう。で、あと1体は昨日ね、ショート動画出したんですけど、まあ、緊急というか、急遽。うちのクラメンのクミシャンがね、まあ、元のクミシャンはダブルゼータ貫突だったのかな。で、干潮して試されていて、めちゃめちゃやばかったっていう。そうそう。っていうことで僕も入れましたが、僕のは超越しておりません。普通に使ってます。一突ですね。はい。ずっとカスタム13とかだったので、16に上げまして。はい。まあでもね、その、超越しなくてもダブルゼータ全然出しますね。そう。普通にここのスタメンに入っております。なので超越させたらもっとやばいんだなっていう。ただ昨日フルコーン完調させたので、二次ハロ的に、そしてクランバトルね、もうすぐやってきますし、まあクランバトルでダブルゼータが使えそうな感じはあるので、うん、そう、なのでまあもう一体、今月もう一体ダブルゼータになるかもしれないけど、限定機体でも二次ハロね使わんと意見感じはあるので、どうかなっていう。はい、ということで、こちらの編成で、2パン、できるかできないかって感じですね。うん、削れるときと削れないときがある感じです。まあ、まだそんなにやってはおりませんけど、はい。まあ、ちょっと波はありますね、この編成でも。はい、ということで、はい、今回、とりあえずこんな感じで終わりたいと思います。最後、出撃して終わりたいと思います。では先に締めましょうかね。はい、ということで、今回これで以上となります。いかがでしたでしょうか？よければ、いいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、クラ。あ、足りないのか。なるほどね。はい。はい、あ、これレードバトル1か。1だったらすぐ終われそうですね。はい。DPS は、まあ、ジオング。で、ダブルゼータがね、全然強化してないのに、この位置につけてるっていう。いやー、ダブルゼータ超越したいですね。ニジハローもっと降ってこないかな。で、フルコーンも本当いい感じ。
で、あとはね、ユニコーン。はい。で、イズエード、イズエードとなっております。まあ、やっぱり、レード1ね、こうやって簡単にサクって割れるのがいいですね。うん、レード2はちょっと、うん、長いので、本当に時間が余裕ないとねっていう。はい。というわけで。さっきの戦闘、素晴らしかったですね。はい。報酬にも期待して、今回の報酬です。という感じでございました。うん。終わります。